アルーチの岡本です。アルーチパン教室の動画レッスンへようこそ。パンとお菓子を楽しく学んでいきましょう。では材料の方を説明します。リンゴの甘煮、粉類ですね、そば粉と一緒にふるった小麦粉になります。でバター、あときび砂糖がない場合は普通のお砂糖で代用してください。でこちらは卵です。割り込みしておいてくださいね。では始めましょう。まず使うのはこのバターとお砂糖です。じゃあまずはバターからやっていきましょう。バターですがこんな感じに柔らかくなったものを最初ゆっくりゆっくりほぐしていきます。少し白くもったりとしてきたら少しずつお砂糖を加えていきます。最初お砂糖がこの状態でミキサーを回してしまうと飛び散ってしまうのでゆっくりゆっくり回してあげましょう。少しずつ混ぜていってあげましょう。バターとお砂糖が混ざった状態です。この状態の見極めのポイントはお砂糖がきちんと溶けていることが必要です。ここでお砂糖がジャリジャリしているままですと焼き上がった後にムラとなって残ってしまいます。またここできちんと合わさっていることで次入れていく卵が分離しにくくなります。では卵を少しずつ入れていきましょう。白身の部分は混ざりにくいので先にこのようにドロドロっと入ってしまうので少しずつ混ぜていきます。馴染んで卵が上に浮いていなくなったら次に入れていきます。この時に卵を一気に入れないで最初慣れないうちはこまめに入れましょう。そして卵の温度ですが冷蔵庫から出したての冷えているものを入れると分離しやすくなります。一旦分離してしまった生地は二度と元に戻ることはないので注意してこのすり混ぜるという作業を大切にしてみてください。ではすり混ぜていきます。あっという間に入っていくんですが最後の方になればなるほど入りにくくなります。最後の方ほど丁寧にあと1回で入りきるかなと思ったらそれは2回に分けてきちんと入れてみてください。では最後まで行っていきます。分離せずに混ざった状態がこのような状態になります。ちゃんと周りもかき落としながら丁寧に混ぜてみてください。はい、ではこれから粉の方を入れていきます。粉はあらかじめ3回ぐらいふるっておいたものをさらにふるいながら入れていきます。だいたい3回ぐらいに分けて入れていきましょう。そうしたらさっくり混ぜていきます。だいたい粉気がこのようになくなったかなと思ったら2回目入れていきます。はい、2回目混ぜていきます。2回目も同じように混ぜていきましょう。そこに溜まってしまいがちなのできちんとそこから持ち上げるようにそして全部を混ぜていきましょう。全体がまだ少し粉気が残っているなという程度でやめてください。そうしたら今度はリンゴの方を混ぜていきます。リンゴは温かいうちではなくきちんと冷ましてから入れるようにしてください。こんな感じで混ぜ上がりです。あとはマフィンの型に入れていきましょう。では焼きに入っていきます。
型に入れるポイントなんですが、まずこのようなパラフィン紙を手に取ってあげます。手に取り、マフィンの具を中心に落としてあげます。そうしてからこの中にポンと入れてあげた方が、中がくしゃくしゃとならずに上手に入れることができます。このように全部入れました。そうしたら上から3回ほど落として、中の余分な空気の方を抜いてください。で、これくらいの量で焼くとちょうどふっくら焼き上がるぐらいなのですが、よくあるようにキノコ型にしたいという方は、ここスレスレまで中の方を入れてください。その際、きちんと一個一個分かれているカップではなく、このようにつながったマフィン型でないとキノコのようにいきませんので、気をつけてください。ではオーブンで焼いていきましょう。このように美味しそうに焼き上がりました。そうしたら15センチぐらいの高さから落としてショックを与えましょう。そうすることによって焼き縮めを防ぐことができます。焼けたかどうかの判断ですが、まず竹串で刺してみます。ドロドロというものが竹串についてきた場合は、もう少し焼き直してください。何もついてこなかったら焼けている証拠です。そうしたらこのようなケーキクーラーの上に置いて冷ましてあげましょう。熱々を食べるのも美味しいですし、味が馴染んだ2日後とかに召し上がっても美味しいと思います。お好みで楽しんでみてください。